野外のコンサートでの演奏風景、モントリオール交響楽団は、ケベック州モントリオールを拠点とするカナダのオーケストラ。この名称の音楽団体は、1897年や1930年にも設立されているが、現在の団体とは直接的な関連はない。現在の団体は、ウィルフリード・ペルティエにより1934年に結成された。 公共楽団に遡り、1954年から現在の楽団名に改名された。1960年代にモントリオールの事前事業家、ジョン・ウィルソン・マッコネルよりコンサートマスターのために1727年製のストラディバリウスが寄贈されている。創設時から1963年までプラトーホールを本拠としたが、1964年から、 プレース・でアーツ・トザール・ウィルフレット・ペルティエで演奏活動を行うようになった。2011年から本拠をモントリオール・シンフォニーハウスに移した。歴代主席指揮者にはイーゴリ・マルケビチやズービン・メータなどが名を連ねている。1970年の大阪万博で初来日。ベルリン・フィル、ニューヨーク・フィルなどが居並ぶ中で無名に近い存在だったが、当時の主席指揮者、 フランツ・パウル・デッカーが手塩にかけた合奏力の高さを披露し、同団の名を日本人に印象付けた。1977年にシャルル・デュトワが音楽監督に就任し、磨き抜かれた美しい響きと確かな技術を獲得して、フランスのオーケストラよりフランス的なオーケストラと呼ばれ、世界的な名声を獲得した。現在では、 世界有数のオーケストラの一つに数えられている。同楽団の代表的名版として、フツギスク大賞及び、モントルー国際レコード賞に輝いた、ラベルのダフニスとクロエ、グラミー賞にも輝いた、ベルリオーズのトロイアの人々の録音などがある。デュートア &OSM のコンビでの来日公演も行い、日本各地での演奏会は好評を博した。しかし、 2002年に、楽団員との対立により、デュートアは、主席識者を辞した。幹部、理事会からは、辞任を惜しむ声が出たが、ケベック音楽家ユニオンは、修復不可能なほど関係がこじれてしまった旨を、明らかにしている。ローソが交渉の際に契約期限に情報をしてから、数ヶ月後の2005年5月10日に、楽団員がストライキを決行し、聖者の更新ウェンザ・セインツゴーマーチングインを、 演奏しながら立ち去った2006年にケント・ナガノが音楽監督に就任したシャルル・デュトはありがとうございます。